はい、今回はですね、4月からね、新しく九州のクエストに登場したウォッシャスのね、クエストをね、攻略していこうかなと思います。まあ、ウォッシュアスがね、久しぶりにね、このマッスルショットにね、登場したってことで、僕としてはね、すごいテンション上がってるんですけどね。こういう超人が出てくるのはすごい嬉しいですよね。本当雑魚キャラとしてはね、登場はしてたんですけどね。今回はまあ、春のね、4月の九州クエストの主役という形になりました。まあ、ちなみにウォッシュアスについてはですね、近いうちに使ってみた動画を上げていこうと思うんで、そこでちょっとね、詳しくね、お話ができればいいかなと思います。今回はまあ、若干ウォッシュアスに触れつつも、まあ、クエストに関してちょこっとね、お話ししながら行こうかなと思います。難易度としてはですね、ちゃんと体勢を持っていれば非常に簡単かなと思います。まあ、ギミックとしては主に、炎ロープと、毒ですね。毒ロープが、出てきていますね。なんでね、まあ、今回そのこともあって、絆のね、木のソルジャー。あと、闇の忍者ですね。で、フレンド、これがね、すごくこのクエストに適正なんですが、ちょっとね、まあ、見てみましょうか。この、最近出た、光のね、赤のケビンですね。ちょっとまあ、こっちなんですけど、これが炎ロープ耐性、毒耐性で、さらにね、新世代超人キャラ、チューンを持ってるんで、まあ、これ連れてくだけでもう、全然時間がカットできる、と思いますね。もう簡単になんていうのかな。クリアできちゃうと思います。で、おそらくね、必殺技がね、たまらずいっちゃうと思うんですけど、それでもまあ、特に影響はないのかなと思います。で、これ、ご覧のようにね、一応、ウォッシュアスの属性に対しては水なんですけど、火の属性のキャラもね、ガンガン来てるんでね。だからまあ、なんつうのかな。木属性だけで固めるとちょっとね、時間かかっちゃうんで、まあ、バランスよく、まあ、一体ぐらいは、水属性とか連れてって言ってもいいかな。今回ちょっとこいつが戦力になってるかちょっと微妙。絆マックス、こいつしか、まあ、いけそうなやつがね、あんまいなかったっていうのが、あるんですけどね、僕の手持ちで。まあ、なんすか、チケットクエストね、絆とか、マックスとか持っている方は、そっちの方でも行けちゃうんじゃないですかね。まあ、チケットのどうだ？光、ケビンとか、どうだったかな？行けるかな？まあ、ただまあ、うん、そこまでね、名前なんだったっけな。ステップマンだっけ。ちょっと、敵の攻撃が、今食らってるやつですけどね。こいつちょい役なんで名前ちょいちょい忘れちゃうんですけど、ステップマンですね。まあ、ステップマンでも全然、ここの絆マックスの枠入って、来れるかなって、何回か今クリアしてるんですけど、だいたいこいつを連れて行って、そんなに、なんか足でまといかなってイメージはないんですね。毒持ってないんで、ちょっとそこだけ気をつけなくちゃいけないんですけど、ただね、このクエストは毒くら、まあちょっと食らいますけどね、今。食らったとしても、5000程度だったんですよね。だから、まあ、ステップマン、まあ何 ?1 体か2体が毒状態になったところで、それほど危険な状態に、ならないかなとは思うんですけれど。ちなみにちょこっとだけ言うとですね、ウォッシュアス、超人自体は非常に僕ね、この超人は、まあなんていうのかな、好きっていうよりか、すごいなんかね、印象に残ってるっていう
感じなんですよね。ただね、なんて言ったらいいのかな、筋肉マン前作通じてと言ってもいいかな、その中でねのバトルとしてはね、僕一番嫌いですね。というのもね、これも人のそのまあ人によりけりだと思うんですけど、とにかくね下品なんですよ。下品っていうのはその排泄物とかね、まあちょっと丁寧な言い方するとね、排泄物とかそういうやつをねバンバン出してくるんで、まだ初代筋肉マンとね、便器マンの頃はまだ可愛い、僕的にはまだあれ可愛い方だと思うんですよ。下品さについては。ほんとこのね、なんていうのかな、ウォッシュアスの戦いはもうちょっとやばかったですね、僕の中では。生実家やっぱこの2世のあたりって、ゆでたまご先生の画力もすごい高くなってるし、ね、さらに掲載されてるのが週刊プレイボーイっていうのもあるんでね、あんまり抑制が効きにくい状態、もうなんていうのかな、もうフリーダムに書いてた感じもあるんで、だからまあね、その勢いに任せてものすごくその下品な展開になってましたね。だから今でも2世コミックス家に持ってるんですけど、ここだけはねちょっと読むスピードが速くなりますもんね、読み返してても、まあ、そんな感じです。でこれあくまで印象なんですけど、結構ねウォッシュアスの確率高い気はしますね。だから比較的なんかもう一日中やってるみたいなんで、早い段階で絆マックスにできちゃうのかなと思います。僕もちょっと頑張っていきますので、では